関戸の戦いは、鎌倉時代後期の1333年5月16日に、霞の関一帯で、北条安家率いる鎌倉幕府勢と、新田義貞率いる半幕府勢との間で行われた合戦である。関戸合戦とも言う。1333年5月16日、新田義貞は、鎌倉幕府倒幕の際に部外瓦の戦いで、勝利し、 同日に多摩川を越えた。一方、不外河原から退いた、北条安家は、鎌倉幕府の関所である霞の関一帯で、防衛戦を行った。この戦いでは、新田軍側が勝利を収め、北条安家は、家臣の横溝八郎や安保入道府氏の奮戦によって、一命を取りやめ、鎌倉に逃走したが、横溝八郎、安保入道府氏は、 赤戸で打ち死にをしている。翌17日、赤戸にた日投流して、体制を立て直した吉定は、鎌倉へ攻撃を開始した。この、赤戸の戦いから6日後の1333年5月22日、鎌倉幕府は滅亡した。霞の関跡の周辺には、横溝八郎、安保入道府市の墓と伝えられる塚や無縁物が、残っており、 旧鎌倉街道沿いにある地蔵堂の前には石と古戦場跡の標柱が立っている。現在でも多摩市にある観音寺では毎月16日に戦いで亡くなった兵士のために供養を行っている。ありがとうございます。